撮影 NG エリアとかがあって、そこにはユダヤ人の女性の髪の毛丸刈りにされてたんですけど、そのユダヤ人の女性の髪の毛で作られた生地毛布なんかが置いてあったりとかして、まあ、そこは撮影 NG だったんですけど、まあ、そのエリアは結構怖かったです、あのエリアは。あとは実際にガス室と焼却炉を見ることができたりとかして、そこは映像を撮れたんですけど、シャワーを浴びると騙されて、シャワー室に入ったらそこで実はガス室で大量虐殺がされたみたいなところをね、実際見てきました。